我々が出た後に出撃しろ。はい。では戦場で会おう。準備はいいね、リディア。離れちゃダメよ。うん。あいつら、ミードックの時の。おいおい、あんな物騒なものまで持ち出して。私の部隊がおとりになる。まさか敵に奪われたのか。艦長、未開惑星保護条約違反です。硬いこと言うな。だいたい先に破ったのはあちらさんだ。危ない。
みんな、的になる、散開しろ。未開惑星保護条約と言ったな。貴様ら連邦か？なんでこんなところに連邦の犬がいるんだ。協定違反だぞ。協定違反？どの口が言ってるんだ。未開惑星の戦争に加担しているのはお前らクロノスの方だろう。うるさい、黙れアホが。戦争などどうでもいいのだ。そこにいる小僧が連れているリリアをこちらに渡せ。なぜこんな小さな子供を。黙れクソ虫。連邦が絡んでいるなら手段は選ばんぞクソが。最後の忠告だアホども、リリアを渡せ。なんでこの宙域に航宙艦が。どこまでやるつもりなんだ。 CFNZ 違反だぞ。もう一度だけ言うぞクソ虫が、さっさとリリアを渡せ。娘は渡す。その代わり船を遠ざけ、戦争から手を引け。最初からそうしていればいい、アフォードもめ。リリアは渡さない。大体何なんですか、あの空に浮かんでいるのは。知っているんでしょう。今あれに抵抗するのは無理なんだ。今諦めてくれ。必ず反撃のチャンスは来るから。リリア、ミキ、離せ。させるか。やめろ。何？今のが最低レベルの攻撃だ。抵抗が無駄なことが分かったか、アホ。あれはリリアか。力が解放されるのか。なんとクソ素晴らしい。まずい、アホども、早くリリアを捕らえろ。しまった、クソが。クソ、やられた。将軍閣下にご報告なさいますか。差し出がましい口を聞くな、クソ虫が。それよりもまだ近くにいるかもしれん。全力で探し出せ。ここ雪なの？リリア、大丈夫か？何が起こったんだ？何か転送のような現象が起きたようです。装置もなし。リリアの注意、何でしょうね。前回とは違う術のようだけど。これがオチビちゃんの注意だっていうのか。それはそうとして、ここはどこなんでしょう？それなら心配ない。ここはノースソーマ付近だろう。わかるんですか？故郷に近いんだな。ノースソーマで間違いないようです。ノースソーマってことは南下すればレスリアね。では一旦南に向かいましょう。先導しよう。この辺りは一年の半分は冠雪している降雪地帯だ。雪の少ない地域から見ると雪が多いってなんだか羨ましいんですけどね。その感覚は私にはわからない。遊ぶにはいいけど生活は大変なんでしょうね。作物も育たなさそうですし。厳しい気候によって鍛えられたおかげか、優秀な兵士や傭兵にはノースソーマ出身者が多い。それって暗に自分も優秀だって言ってることになっちゃいますよ。そんな大意はない。わかってますって。そうやってムキになっちゃうところが可愛いですよね。大人をからかうな。その言い方もフィデル兄のお父さんにそっくり。軍人さんって似ちゃうんですね。似てる？私がダリル殿と。
結構似てますよ。そうか、似てるか。おちびちゃん、ちょっと話を。寄らないでください。あなたはいろいろ隠している。しかもリリアを渡そうとした。私はあなたを信用していません。リリアのそばに寄らないでください。こいつは手厳しいな。知っている？獣医の技術が一番発達しているのはランドックだけど、発祥の地はうちじゃない。そうなんですか？実はここノースソーマ地方こそが獣医発祥の地。そうなんですか？獣医聖殿って聞いたことない？ああ、あります、あります、あります。ノースソーマ地方の北部に獣医聖殿はあるのよ。行きたい。あ、けど今は無理ですよね。私も行ったことがない。でもいつか行ける日が来るって信じてる。さっきこの移動はリリアさんがやったと言いましたよね。推測でしかないけど。それともう一つ、前回と違う術だったとも言ったけど、それが何？いえ、いいんです。あまりのことに気が動転していて、自分たちが置かれている状況を知りたくなっただけですから。そう、ならいいけど。そうだ、頼んだ。どうかしましたか？いえ、別に。